小さい頃、ずっと勉強ばかりしていた。教師になりたかった。父親の喜ぶ顔が見たかった。それが私の夢だった。グラウンドでサッカー部の男の子の練習する声が聞こえる。薄暗い校舎の片隅で私はキスをした。私はずっと横を向いていた。私は不安だった。恋をして結婚をして、そして普通の人のようになってしまう自分が怖かった。今も田んぼの向こうに母親の後ろ姿が見える。私はいつもそれを追いかけているんだと思う。その思いを確認しにここへ来たのだ。母親はいつも笑っていた。小さい私を見守るように。幼稚園の頃、隣のサキちゃんは言った。私ね、女優さんになるの。それでね、映画に出るの。彼女は小学校3年生の時に転校していった。今頃、夢を叶えているんだと思っていた。私はここにいるよ。サキちゃんをいつも見つけているよ。階段を転んで大きなあざを作った。血がだらだら出てきた。誰も助けてくれなかった。痛さで声も出なかった。お母さん、私はいつも呼んでいたのに。
5月になると家の周りにはイモムシが出てきた。うるさいイモムシ。私は一匹一匹靴で踏んで潰して歩いた。5月の終わりまでそれは続いた。中学1年の頃、私が初めて男子を意識した日。もし愛する人が近くにいたら、でも私は決して甘えられないんだろうな。なぜかその人が嫌いな演技とかしちゃって素直になれないんだろうな。演技ならそれで食べていけるほどこんなにできるのに。好きな人の前では何もできなくなってしまう。